さあ、毎週月曜日のこの時間は我が校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパビウム研究員が登場。パビウム研究員が先々週ぐらいの時にあのね、あのロックスの中で言ってたあのライゾマティクス、あの今までのパビウムのライブのいろいろこうステージ技術だったりとかね、あの真鍋大斗さんとか中心にやられてるさ、すごい映像のなんていうのかな、あれ展覧会っていうかのがね、渋谷のパルコミュージアムであるって言ってたでしょ。で今日が最終日に行ってきて、すごいのよあれ。いつか見ねえのかな、またもう一回とか。で俺が終わって、T シャツ買ってる時にパッて今から中に入る男の子と目があって、男の子が俺に向かって口パクで校長校長って言ってくれてどうもありがとう俺は嬉しかったとてもじゃあ今日、今月1月に書き込まれたパフューム掲示板の書き込みを研究していくパフュームロックス。Perfume Locks starring Perfume。 ドームツアーを楽しみにしている生徒を研究せよ。今週末2月1日より Perfume Ace ツアー2020 P キューブのインドームがスタートします。リハーサルもいい感じに、はい、いい感じにやってます。やってまして、うん、まあ思い出すのが大変で大変です本当にベストですので、うん、あの自分たちのその時のベストをまた思い出して、うん、今のベストをね出そうとしてるんですけども、ちょっと大汗かくんでね、うん、皆さんも大汗対策してきてほしいですよね。いや本当そうだね、うん、あの T シャツいっぱい出したから、うん、そうだね、着替えいっぱい5種類くらい出したから、うん、中で衣装チェンジしてもらってそうねさあ、パフュームロックス掲示板にもたくさん書き込み届いています。ありがとうございます。大阪府15歳女の子、ラジオネームクラリーちゃん。クラリー、はい、もうすぐ初の京セラドームで、しかも 2days もパフュームさんに会えるのが本当に夢のようです。 2days、 この前ドームに着ていく T シャツとタオルが届いて、うん、今日はチケットが届いて、未だにもうすぐライブっていうのが信じられないけど、確実に近づいているライブの日にドキドキが止まりません。いいね、楽しいね。これはもう嬉しいです。事前に頼んでいただいたんですね、うん、もう着ていくスタイルですね、うん、きっと多分ね、何の T シャツ選んだんだろうね。ねえ、かわいいからな全部、うん、楽しみにしててください、はい、さあ続いて京都府23歳女の子、ラジオネーム藤原ライオンちゃん。ライオンちゃん、京セラドームのチケットとグッズも届きました。届いてる。ライブ前にしっかりグッズ準備して楽しむ気満々で毎日過ごしています、うん、大阪 2days とも行くのも楽しみにしてます。そうなんだね。毎日 P キューブ殿のアルバムを聴いて高めています。とりあえず早くライブ行きたい、会いたい、楽しみたいですかわいい。必ずいいステージになると信じています。最高の演出 MC 楽しみにしてます。わー、楽しみにしてて。嬉しい、驚くと思いますよ。これはもうこっちも驚いてるし、驚いてるし確かに、うん、正直会場行ってみないとわからない演出ばっかりだからね。実際にやってみないとわからないのいっぱい。うちらも楽しみにしてます。楽しみ。続きまして、佐賀県16歳女の子、ラジオネームあやもちちゃん。あやもち、はい、私は今回ドームツアー福岡に参戦します。チケットを取ってくれた母に感謝します。あ、感謝。今回グッズは自分で払わんばよって言われたので、うん、グッズは自分で払えと言われたんだ、うん、旅館のバイトを冬休み期間だけしました。本当に長続きしない自分が続けられたのは Perfume の存在があったからです。おかげで10日間だけでしたが頑張れました。あまりにも辛く泣いてしまったこともあったけど、お母さんには Perfume のライブに行くんでしょ、まだ諦めちゃダメって言われて頑張れました。ドームツアー福岡だけですが楽しみです。最高の思い出が作れそうです。いやー、嬉しい。ありがとう、ありがとう。頑張ったね、ね、旅館のバイト。旅館って大変なんだよね。そうじゃろう ね、 ね、着とる服も普通と違うし。確かにね、かなんかお着物でやらねえとダメでしょ、きっとね。格好とかね、こういう大変なこととかを乗り越えて、うん、あのいただいた報酬っていうのはもう本当にもうかけがえないもんっていうか、うん、自分にとってもね、うん、私だからそれお金を私たちに費やしてくれて ね、 ね、かけてくれて、ね、本当に本当に嬉しいです。ありがとう、ありがとう。
ということで、ツアーに参加される生徒のみんな、ドームで会いましょう。こんばんは、かしゆかです。のっぺす。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。たくさんの生徒からの依頼、うん、1月の掲示板の書き込みを研究せよ、うん、今月もたくさん書き込みありがとうございます。こちらはだいぶ前になるけど1月1日の書き込みです。なんでだろう、青森県。なんでだろうね、こんな前なのやろ。なんでなんだろうね。休んだね。青森県27歳男の子、ラジオネーム、うん、青い森の香里くん。わ、紅白歌合戦の感想。あ、去年のやつだ。去年のやつだ。去年のだ。去年のありのまま見た感想を言います。のフュージョンのパフォーマンスを見ていたと思ったらいつの間にかポリリズムになっていた。何を言っているのかわからないと思いますが私も何が起こっているのかわかりませんでした。歌合戦なのに歌詞がほぼない曲で大丈夫かという心配はとてもチャチでした。あ、わかりますよ。いや、もう持ってたよね。私たちが一番感じてましたよ。NHK さん歌詞ないけどその曲で本当に大丈夫ですか。うん、うん、NHK さんの方から言ってくれた曲だったので、ね、そうそうそう、うん、思ってたけど大丈夫だったって。嬉しいね。サプライズでね、うん、ポリリズムくっつけて、うん、ちょこっとだけ最後やったんだよね、うん、やっぱベスト出した周年の年じゃったしっていうことを言ってくださって、うんうん、なんかすごいうちら的にはね、うん、もう大満足でしたが、うん、見てる人はもうあっという間に終わってしまって何が起こったのか分からんわー言ってでポリリズムになっとった。おーって感じ。面白いね。初めて出た紅白の曲ポリリズムをね12年ぶりにもう一回できるっていうのは、うん、もう感慨深いよね。 そしてなんかやってる最中の気持ちが全然違ったよね。違ったね。楽しい。同じ場所とは思えない、うん、なんか NHK よりもっとでっかいと思ってたもん。そうだね、うん、確かに覚えてるもん、あの光景。2019年のポリリズムを歌ってた時の、うん、あの風景はちゃんと覚えてる。覚えてる、わかる。ちゃんと記憶に残ってる。初回はもう覚えてない私も。もう真っ白にこっちは照明が当たってて、うん、あっちは暗いからもう前がこっちで合ってるよねみたいな、うん、そういう感覚だったけど、うん、すっごい距離前に出たんだよね。うん、記憶がない。もう本当に緊張したもん ね足向いてたよね、震えて。今はもう確実に一歩ずつね、ね、サビ踊れて、うん、いやこんな風に紅白さんが楽しめるようになるっていうのはね、ね、12年後のこの賜物でしょうか。本当ですね、痛いですね。ありがとうございます。続いて香川県14歳女の子、ラジオネームのっち大好きちゃん。私も大好き。よかったね。パフュームクローゼット、パフュームクローゼットムービー見ました。おしゃれで普段使いできそうなデザインですね。可愛いしおしゃれだし欲しくなっちゃいます、うん、嬉しい。ムービーでノッチが2人も出てきてどっちのノッチを見るべきか迷いましたが1回目は右のノッチを見て2回目は左のノッチを見て3回目は左右のノッチを交互に見るというよくわからないことを1人でひたすらやってました。3人ともめっちゃ綺麗でしたね。いやこれ3人ってこれノッチの3人でしょ。3回分のノッチのことだろ。3回分のノッチのこと言ってるよねこれ。いやだそんなに好きよ。もう穴開くほど見たんだろうな。開いてない。本当に綺麗だった。ありがとうありがとう。あ、面白い。そうだね、バヒュームクローゼットも始まりましたね。フェイズ2が、うん、お洋服、うん、今回は結構衣装というよりは、うんうん、私たちが衣装のデザインよりあのフォルムとして形として重要視してるところを意識して取り入れた、うん、もっと着やすい服ということで、うん、はい、たくさんデザインしましたね、うん、しましたよ。かわいいよね。メンズも増えたし、そうレディースだけじゃなくって、うん、そのメンズを女の子が着るっていうかわいさもありますよね、うん、出るね、うん、大きいもの着ることで華奢に見えるっていうね、うんうんうん、そしてね写真には、うん、ウィーバーの杉くんが参加してくれて、はい、ツーショットなんか撮っちゃって撮りました、うん、あれどう思ったんだろうね。見てくれたかな、うん、ね、でもメンズがいつもあって、うん、それをなんかやってみたかったんだよね、うんうん、けどなんかモデルさんとかはちょっと想像できなくっ
って、うんうん、でこの Perfume Closet 自体やっぱ私たちももともと歌手でねやらせてもらってる中でお衣装へのこだわりがまああるし、このお衣装をコスプレしてくれてるみんなが普段も着やすいコスプレみたいなのができないかなってことから始めたから、うん、やっぱ音楽とつながってる人がよくて、うん、でなるとやっぱ同級生でスイーツ仲間の音楽大好きスギくん、ね、スギくんもお洋服好きなんだね。ねえ、ねうん、すっごい参考になったね。参考になった、うん、あの男性のそのお洋服作るときにスギくんも来てもらったりとかして、うん、アドバイスもらってで、うん、フィッティングもしてもらって、うん、まああれ見てねこんなかっこよく着れるかなとか思っちゃった人もいると思うんですけども、うん、サイズは作ってますので、そうはい、はいうん、ちゃんとサイズ作ってるからきっと着れると思います、まあ、うん、ぜひね多くの人に手に取っていただけたらと思います、はい、じゃあ続いて愛知県17歳女の子ラジオネームおしめんちゃん、おしめんちゃん、カシウカのカーサブルータスの連載カシウカ商店、はい、あーちゃんの MC 番組恋愛ドラマな恋がしたいバンバンラブに続いてノッチが音楽ナタリーのコラム、ノッチはゲームがしたいのスタートおめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、いつも3人というイメージですがこういう個々のお仕事が見れるのもファンとしては嬉しいです、うん、ありがとう、嬉しいですね。もう念願のノッチの開催ですね、うんはい、そうですね、カシウカが雑誌で、であーちゃん前からラジオも一人でやってたりした、うんうんだから、うん、もう初めて一人のお仕事をもらって、うん、めちゃくちゃ緊張するね、一人で緊張するよね最初。そう、そうなの、うん、いや二人ともすごいなって改めて思いながらいろいろやってますよ。のっちのその、うん、コラムはどういう内容なの？これは、音楽ナタリーさんの中にコラムページがあるんだって、うん、いろんな人の連載だったり取材だったりとかが載ってるとこあるんだけど、うん、その中で私がゲームについて、まあ、文章書いたりとか、うん、あとクリエイターの人に会いに行ってお話聞いたりとか、そういう記事になりそうです。楽しい、ゲームクリエイターさんとかってこと？そうそうそう、最高じゃん。で第1回目はもうまず何をしたらいいか分かんないから、うん、とりあえずなんかゲームといえばファミ通だろうってことで、分かる、ファミ通の編集長に会いに。すごい、編集長やっぱ顔聞きというかそうそうそうちょっとやっぱりその偉いとこ一回挨拶行かないとやっぱこういうこと始めちゃダメだよみたいなそういうこう洗礼というか、うん、受け行くんですね。受けに行ってすごいいろいろ話聞いて、でも1回目に行ってよかったなと思いました。ただもうそろそろ見れるかな、うん、来月、うん、楽しみだ。来月から見れるんだ。はい、お楽しみです。へへへ。では続きまして、愛知県18歳男の子ラジオネーム鉄道大好きロックくん、うん、受験生のための応援ソングの選曲聞きました。お、僕は大学入試がある受験生なので、うん、今年は集中して聴いていました、うん、ベストアルバムのチャレンジャーを聴いた時にめっちゃいい応援ソングだと思っていたので、うん、この曲について話した時に気が合うなと思って聴いていました。無事3人全会一致で即決定したので、うん、めっちゃ嬉しかったです。Perfume研究員のチャレンジャーを含めた今までの応援ソングを聴きまくって入試に挑みたいと思います。うわ嬉しい、嬉しいね。これから入試か。そうか、こんなにもそのつながってるんだな。ねえ、うん、同じ思いだったんだね。うん、曲がこんなにも背中を押せるんだなっていうこと、なんか歌手になってよかったなって本当に思う。すごいね。うん、頑張ってほしいですね。みんな頑張ってください、うん、ね。エール送ってる皆さん、メッセージありがとうございました。引き続き Perfume Rocks 掲示板への書き込みお待ちしています。前もね聞いたけどもね、この受験生に向けてのタイミングでね、やっぱチャレンジャー、このこっからの途中でね、でん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 で、この気合がさらに入るっていうのがいいな。ラジオネーム鉄道大好きロックもそうだし、他の生徒もね、パフィーム研究員の曲を朝聴きながら試験会場に挑む生徒もたくさんいるだろうし、寝る前にね、寝る前にチャレンジャーとかもいいかもしれないね。すごくいい夢見れそうだし、であと書き込みからの話に流れで、そのさ、左ノッチ右ノッチみたいなこと言ってたけど、今日まさに俺はそのライゾマ
のね渋谷パルコのやつでさ VR のねゴーグルつけてさその中でパフューム研究員がフラッシュをこう踊ってて360度いるわけですよ。でねその例えば今正面に歌集家がいるってなってで左向いたら例えばあーちゃんがいる右向いたらノッチがいるとで俺もいろんなとこ見たいんだけどやっぱその周りに他のお客さんとかもいらっしゃるからなんつうのちょっとやっぱなんつうのかな自意識が働いちゃってね全開で見れなかったのがすごい悔しいんだよな。あと4回ぐらいやればそんな羞恥心も全部取っ払っていけた気がするんだけどね。だからもう一回やってほしいなっていうのをさっきの右のっち左のっちで思い出した。ナタリーの連載も読ませてもらいます。で早いもので、Perfume 研究員今週末からもうそうか大阪でね 2days ドームツアー始まるってことで懐かしい最近やってな作業のやつとかもおそらく見れたり聞けたりとか、まあ、ベストツアーだからねあるかもしれないし遊びに行く生徒はもうはっちゃけまくってパフューム研究員チームパフュームに全てを委ねて、まずは風邪ひかないように、ね、気をつけて行ってらっしゃいませということで、来週もよろしくお願いいたします。明日のこの時間はスクールオブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス